こんにちは、 ATAT インディーゲーム沼です。今年もやってきましたね、この総決算の時が。今回はこの1年を改めて振り返って作ったチャンネル独自のランキング形式で2022年のベストインディーゲームを紹介したいと思います。それにしても今年は大作だけじゃなくて良作インディーゲームが本当にたくさんリリースされた年になりましたよね。1月からニーディーガールオーバードーズに始まって、ゲームオブザイヤーに選ばれたのも必然と言っていいエルデンリング、スプラトゥーン3やポケモン最新作といったメジャータイトルだけじゃなくてプレイステーションメインのインディーゲームが当たり年だったのも印象的です。振り返ってみると特にスチームでしかね出てないゲームなんかはプレイできないものが多くて、今か今かと待っているスチームデックもついに日本で発売されることになり、来年はもう少しスチームのゲームをプレイする機会も増えてくると思っています。この動画で紹介するゲームは概要欄にリンクを掲載しておくので、気になったゲームがあったらぜひ参考にしてみてください。このように普段はインディーゲームの実況や紹介を中心に投稿しています。面白いインディーゲームをたくさん紹介しているので、この機会にチャンネル登録や高評価ボタン、コメントなどで応援の方お願いします。また何かおすすめしたい2022年リリースのゲーム作品があったらね、ぜひコメント欄でみんなに共有してくれると嬉しいです。僕も参考にしたいと思います。それではまず最初に紹介するのはこちらです。11月に任天堂スイッチ版もリリースされて、ようやくプレイできるようになったローグライクアクションの決定版的作品、ローグレガシー2。ステージがつながっている横スクロールアクションになっていて、各ステージのボスを倒したり特定のアイテムを手に入れながら先に進んでいきます。ローグライクといってもよくあるダンジョン内でアイテムやスキルを手に入れて強化するっていう要素はちょっと薄くて、見つけたお金やアイテムを引き継いで拠点を強化することでステータスが上がる仕組みになっています。死んじゃうと子孫に継承されていくんだけど、能力が引き継がれて強くなるっていう継承感はあんまりないかな。それよりも稀に変な能力が付与されて全く役に立たずに死ぬとか、職業もランダムで選ぶのでとにかく死んで強化をフル回転させていく感じ。プレイヤー自身が上手くなる感覚っていうよりもちょっと作業感があるように思えるけど、このゲームはとにかく操作感がめちゃくちゃ気持ちいいんですよ。ジャンプや動きのスピード感、反応が本当に思った通りにアクションしてくれるので、サクッと冒険に行ってサクッと死んで帰ってくることができるし、毎回いろんなキャラクターや特性があるのでローグライクらしい連続性をストレスなく楽しむことができます。これだけ動きのいいアクションはもう本当初めてや。ゲームの難易度としてはかなり難しいんですけど、設定を細かく自分に合わせて調整することもできます。海外のトゥーンアニメっぽいコミカルさがあるのがすごく気に入ってるポイントで、キャラクターや世界観も大人から子供まで楽しめる、スイッチで楽しむには最高の作品ですね。続いては日本人の金銭にぶっ刺さるピクセルパーフェクトな日本アニメ風のサイバーパンクアクション、あのミューテーション M。 バトルシーンは 2D なんですけど、探索シーンでは奥行きがある移動を行ったり、シームレスな一人称視点へ切り替わったり、ビジュアル表現の幅が広い上に緻密で美しいんです。秘密を抱える探偵のアンと相棒のハカ・アヤネのコンビが、一つの事件から世界を揺るがすようなゼーレっぽい組織の陰謀に巻き込まれていきます。サイバーパンクの街並みはとにかく僕らの想像するサイバー感満載な街並みの中を歩くことができて、それだけでも楽しいし、とにかく世界観は最高。登場キャラクターやストーリーも日本メディアにかなり影響を受けた作風になっているのが特徴で、なんと声優さんによる日本語音声まで対応しているのはインディー作品としては珍しいですよね。アクション面に難があったり、ストーリー理解がちょっと難しいのは残念で、せっかくの世界観を生かしきれてないように思えるんですけども、最後の方には気づいたらこの世界を好きになってしまったからこそついダメ出ししちゃうみたいな、よくわかんない感情になってました。リリース当初に比べるとしっかり調整が入っていてプレイしやすくなっているみたいなので、ぜひこの2人の物語を体験してみてください。広大な洞窟をアリのように掘り進めながら探索して拠点を開発したり、ものづくりをする見下ろし型視点のサンドバックスアドベンチャー、コアキーパー。見下ろし型なので横に掘り進めていく感じなんですけど、ボスがいたり自動化できたりと、未開拓の大地を探索する楽しみや、資源からものづくりをするだけじゃなくてファンタジー的なバトルの緊張感もあって、多方面から楽しめる作品になっていると思います。みんなと楽しく建築したり冒険するのもいいんですけど、一人でちまちまと無言で壁を壊し続けてアリの巣のようになった洞窟マップを眺めるもよし。そんなぼっちユーザーにもお家を作ったら NPC がきっと遊びに来てくれるから大丈夫。
建築も自動化したり複雑なことまでできるようになるので、シンプルなドットの見た目ながらやれることはしっかりしてます。すでに何度か追加アップデートも入ってるんで、まだまだコンテンツは広がっていきそうなんですけど、まだ早期アクセス期間中なんですよね。これほど Steam Deck でやるのに適したゲームはないと思うので、寝転びながら早く壁壊したい。ただびっくりするほど時間を奪っていくので、そこは注意ね。このドルフロマンティックは9月にスイッチ版がリリースされ、もうね、そろそろアクション系ばっかきついよ、癒されたいと思ってプレイしたら、めっちゃ頭使うやつでびっくりしたのをよく覚えてます。プレイヤーにはあらかじめ一定数の六角形のタイルが配られて、それをうまく配置して風景を作っていくとポイントが貯まる仕組みです。さらに街を指定数つなげるなどのクエストをこなすことでタイルが増えて、情景がどんどん広がりを見せていく癒し系の風景パズルです。パズル要素もさることながら、風景がつながっていくと大地が美しく染まっていったり、川をゆったりと船が進んでいったりと、スローな癒し要素もあります。つなげて作った大地が息遣いを見せてくれるようになるのはシンプルに嬉しいので、先に進もうとね、点数を取ろうとするとしっかり頭を使って配置していく必要があって、パズル面も楽しめちゃいます。普段こういうゲームはあまりプレイしないので、新しい新境地を感じさせてくれた作品になりました。第6位は Nobody Saves the World。 何者でもない真っ白人間が魔法の杖を手に入れたことで、馬やネズミ、挙句にはゾンビやロボットといった多種多様に変化して冒険するアクション RPG です。普段のゲームではなかなか味わえないジョブにチェンジするってだけでも笑えるんですけど、変化した種族の能力を組み合わせて戦うなど、いろんな戦い方ができるのもポイントになっています。戦闘面はね、そこまで難しくないんだけど、ダンジョンごとに一定のルールがあって、特定のスキルで戦わないといけなかったり、固定ダメージで9999受けて即死したりと、ルールにしっかり対応しながら攻略していく必要があります。ちょっとしたミニゲームでもね、そういったスキルを活用して攻略していくんで、うまく対応したスキルを見つけ出すのが攻略のポイントです。個人的にはボディービルダーやゾンビが大好きなんだけど、次にどんなキャラクターに変身できるんだろうと、すごくワクワクさせてくれた作品で、あんまりねストレスなく笑いながらプレイできる、ちょっとね癖のある作品になっています。続いては、普段ゲームをやらない人に勧めたいランキングとしては、間違いなく1位の猫ちゃんゲーム、ストレイ。リアルな猫ちゃんを操作して、相棒のドローンと一緒に人間が絶滅した後の都市から脱出するアドベンチャーゲームです。見た目っていうよりも、その仕草や反応からリアルさを感じるっていう、猫へのこだわりが半端ない作品で、逃げ回ったり建物間を飛び移ったり、ゴロゴロしたり、何の意味もなくテーブルの上から物を落としてみたり、猫をめでるっていうよりも自ら猫になったような感覚と、可愛い猫を俯瞰して物語を追ってるような両方の気分を味わわせてくれます。ゲームとしては探索して謎を解いていくアドベンチャー要素と、隠れながら進むステルスアクションがうまく組み合わさっているんだけど、ロボットが住むサイバーシティは細部に至るまで本当によく表現されていて、マップのちょうどいい広さも相まって探索ストレスは感じませんでした。人間は出てこないんだけど、かなり感情起伏のあるロボットや、猫が喋らない分それをサポートしてくれるドローンを伝って、僕らは謎を解き明かしていきます。これはね、もう絶対プレイしてほしい作品ですね。今年はさっき説明したストレイやトレックトゥーヨミっていうプレイステーションのインディーゲームが当たり年っていうのは先ほど説明したんだけど、その中でもスイッチ版の発売を得て、すでに映画化の話まで出てる話題が尽きない作品、シフが第4位です。まるでカンフー映画をプレイしているかのような体験を与えてくれる多対1のベルトスクロールアクションゲームは、現実のようにとにかく難易度が高い。鉄カンフー技を駆使して敵をバッタバッタなぎ倒せた時は本当に気持ちいいんですけど、1対1でもね、苦戦する敵が群れをなしてね、囲んで追っかけてくるようになると、とても死なずにはいられない。この何度も倒されてやり直すっていう流れを繰り返して、プレイヤー自身が成長するっていうのをリトライするごとに老化するっていうゲームシステムを持って、うまく体験させてくれるのも非常に秀逸だなと思いました。実際にね、おじいちゃんになって攻撃力が上がるんだけど、ヒットポイントがねその分下がっちゃうんで、強くなった感はね全然ないんだけど、相手の位置を先取りして攻撃したり、素早い攻撃にも対処できるようになってる自分に突然気づくことがあるんですよね。これぞ海岸っていう感じ。ステージ全体を通して年齢がリセットされたりしないんで、死んでしまえばしまうほど次がどんどん厳しくなるっていうシステムも相まって、難易度は正直超高難易度、もう泣くレベルです。現在ではアップデートを得て難易度が調整できるようになったり、アリーナモードも実装されたりと、プレイしやすくなっていると思います。ぜひ臆することなくプレイしてみてほしい作品ですね。
続いては上半期でもかなりおすすめしていた太陽の光を浴びれる正統派ファンタジー世界を冒険できるチビキャラが可愛い 2D のメトロイドバニアアクションソルジャーズ。バルキリーに連れてこられたあの世とこの世の境目テラガヤという世界でスカウト、アーチャー、ウィザードの3色種の中から1人を選んで冒険します。可愛いビジュアルながらダンジョンマップがかなり広大でソウルライク的に道中の敵やボスも強いのでやりがいは十分すぎるほどあります。だいたいクリアにはね40から60時間くらいかかったかな。メトロイドマニアのようなアクションでできることは大抵できるんだけど、一部アクション操作に難があったり進行方向が分かりづらいっていった問題点もありながら、その16ビットで表現された美しいピクセル世界や登場するキャラクターたちはすごく魅力的に作られています。これ系ってダークファンタジーの作品は大量にあるんだけど、こう明るめの太陽の光が当たるような正統派のアクションってなかなかないよなと思いながらも、評価が賛否両論なのはね理由があるんで、詳しくはねこの詳細動画の方もぜひ見てみてください。それでもね僕はこの作品を推したいと思います。ただ残念ながら日本語対応されてないんですよ。今やるならピコットを駆使してプレイしてみてほしいんですが、日本語対応本当お願いします。続いて第2位は、年の初めからめちゃくちゃ推していたカルト・オブ・ザ・ラムがここで登場です。生贄にされた子羊が何者かの助けを受けて彼を信仰する自身の教団を再興するローグライクアクションゲーム。ゲームでは信仰を阻む教祖たちを撃破するアクションパートと教団を立て直す運営パートに分かれていて、この2つのアクションとクラフトっていうインディー作品のいいとこ取りをしたようなバランス感がとてもいいです。信者を集めて拠点を開拓していくんだけど、彼らの祈りを集めることで拡大できるので信仰心をしっかり維持しながらこき使うことが重要になってきます。ただね、彼らは思いのほか自由に拠点の中で会話したりうんちしたり作業をしたりするので、その管理が結構忙しい。このゲームはカルトの面を可愛いっていう仮面でうまく押し隠して残虐なこともガンガンやってしまえるのが面白さの一つなので、信仰心が下がると反乱を起こしたり離脱したり悪影響しかないんでね、言うこと聞かない信者は投獄したり面倒になったら生贄に捧げてしまいましょう。そんな面倒な信者には可愛い動物のアバターや名前を付けたりすることができるから、寿命で死んでしまうとね墓がこう増えていってなんだか感慨深い気持ちになるからこそはやめられない。自分の経典を作っていくこともできるので、よりおどろおどろしいカルト化するもよし、比較的クリーンな教団にするのもよし、あなたの倫理観が問われます。ローグライク自体は比較的優しめなので安心してください。はい、ここまで9作品紹介してきましたが、今年の1位にはこのおもりを選びました。日本語版が21年のクリスマスに対応して、スイッチ版が今年6月発売と、そういえばさ今年のリストに含めてしまってもいいんじゃないっていうのをねどうにか思い出して、そうしたら1位にせざるを得ない、そんな作品です。幼馴染4人による夢の世界を冒険するレトロでクラシックな RPG。 マザーや日本の可愛いカルチャーに通じるカラフルで不気味な雰囲気を感じさせるのが特徴で、全体的なシナリオもさることながら考察したくなっちゃうようなマルチ展開のストーリー、サブシナリオ、隠しボスっていった要素もそうなんだけど、一人一人の NPC が本当にユニークでつい話しかけたくなっちゃうなど、全体を通してとにかく細かいところの作り込みがすごい可愛さに目がいくんですけど、やっぱりそれ相応の闇がある。うまくホラー要素を絡めてそれを表現するんですけど、可愛さと怖さが同居します。ゲーム全体のコンセプトはちょっとねセンシティブな内容があるんで、プレイしたユーザーは何かしら意見を持ったり心にしっかりと残るものがあるんじゃないでしょうか。まさに名作の香り。このチャンネルでも分岐の方法とか最強武器の取り方といったいろんな動画を作らせてもらって、まだ月の上位に入るぐらい再生されています。最後のエンディングの楽曲に至るまで日本人の琴線に刺さる、心揺さぶられる作品でした。はい、こんな感じで2022年をベストインディーゲームランキングトップ10ということで振り返ってみましたが、いかがだったでしょうか。ちなみに皆さんは Steam Deck 届きましたか。今年は本当にたくさんの良作がリリースされ、全然プレイできてないゲームもあるんですけど、来年はね Steam Deck も手に入っているだろうし、よりいろいろなジャンルに挑戦していきたいと思っています。この動画参考になったらぜひチャンネル登録やいいねボタンで応援よろしくお願いします。それではまた別の動画でお会いしましょう。ここまでは ATAT インディーゲーム沼でした。